そうですね、じゃあ先手が河合さんで、あ、お約束的なタップインの処理、タップインというかファストランドの処理をしました。それに対して、はい、調和ですね、森からの霊気との調和を打ってエネルギーかつ土地を持ってくるスタート。河合選手いいですね。これちょっとお互い2ターン目パスし合うと、はい、河合選手の3ターン目のアクションを除去されてから高橋選手もクリーチャーを展開という流れになってたんで、これは高橋選手が除去で返して河合さんが先手の利を生かせる形になるので。なるほど、なるほど。じゃあ、まあここから除去をかぶせみたいな感じで。そうですね、高橋選手他にアクションがなそうだったんで、はい、2ターン目は除去に使って、なるほど、お互い2ターン目のクリーチャーを展開していくとなると、基本的には河合さんが有利にゲームが進むという形でしょうか。高橋選手もあの、はい、長期戦に強いコミットメモリー、はい、青の分割カードと、はい、両替の応酬を持っているように見えたので、はい、先ほど持ってきた山ではなくファストランドの処理からスタートですね、うん、でそこから3ターン目のアクションで霊気拠点からのどっちでしょうね、悩んでいつつ、はい、巨匠ですね。ならずものでも良さそうですけどね。そうですね、ちょっと土地がなさそうなんで、セオリー的には、まあ、土地がなければならずものかな。で、もう土地があるんだったらつむじ風の巨匠でも一応6で置けるので、そうですね、もう結構攻めていく、はい、悪くはないとは思うのですが、うん、どうなんでしょう。それに対応して高橋さんがどういう動きをするか、高橋さんも結構考えてますね。そうですね、うん、高橋選手けど手札的には選択肢はそんなになそうですけどね。この他はならずまの生成屋しかなさそうなので、どの土地を置くかでその後で4ターン目5ターン目のことを考えているというわけですね。さて、さ3ターン目です。まだ3ターン目、トークンを2体出して攻勢に向かうことに、河合さんの方が現状有利に動いているという形でしょうかね。ちょっと高橋選手次のターンも、はい、やもすると行動がない可能性があるんで。なるほど、ここでならず者の生成矢を出して、うん、土地をタップイン、ファーストランドの処理をしてターンエンド。川井選手土地がないだけで手札めちゃくちゃ強いですね。なるほど、ここで高橋さんどうでしょうか。もう呪文がさっき言った青の2枚しかないかな、はい、今引いた、霊気との調和あるんですけど、まあ、実質土地のようなものなので、なるほど、ちょっと手札は弱いのでこのターンは構えました、ね、そうですね、パスでターンを返すのはちょっと弱い動きのように見えます。でこの見た目上で優勢な河合さんはその利をどうやって生かすというような形でしょうかね。これやっぱりけど両替の応酬を考えると、はい、結構スカラベを出したから負けちゃうっていうこともよくある展開なので、はい、ここからの展開は結構難しいですね。なるほど、ちなみにこういうシチュエーションで余裕があるときと余裕がないときだとどう動きます。まあ、この状態だとグローリーブリンガー出てきても、はい、さほど特例されながら殴っても脅威ではないので、はい、僕はもうハイドラとかから入りたいですけど、ちょっとエネルギーが2個しかない関係でこのターンは2アクションそうですね、2マナ2と、つむじ風で動きたいですけどね。本当に余裕がないとき、いきなりスカラベの神とかします。まあまあそうですね、余裕がなかったらしょうがないから、もうすでにグローリーブリンガーに殴られてたりとか、うんうん、河合選手手札的にさっきつむじかで行った方が良さそうでしたけどね。でもうあの時点 で, そうです、ね、巨匠2枚目あったんで、そうしてるとこのターン3人も通ってダメージも大きくて、うん、安心安定の2アクションです ね, そうですね。もう高橋選手明らかに、はい、何かは構えてるように見えるので、まあ、これだと除去されてもどうでもいいですし、カウンターされても別に大した痛手ではないの で, でさらに、はい、キバナガ銃の子が出てきて対象を迫ると。あ、スカラベ持ってないですね、失礼しました。河合選手残りの手札がハイドラとアブレイド。ただ、まあ、有利なことには変わりないです ね, そうそうですね。ここで栄光をもたらすものを出したとしても、そうですね、取りこぼすカードがかなり多くてライフも押されている状況。特例押されている時の特例は本当にあまり意味がないというか、5マナの除去ぐらいのですね。対処するのに一旦のラグが許されてしまうので、だいぶ楽なんですよね。まあ、ある程度はちょっと盤面膠着ではないですけど、まあ、こっちもそれ相応に強くないと、ただひたすら押され続けるので、はい、うんうん、
さあちょっと高橋選手、ちょっとアクションが弱そうですが手札にあるのはつむじ風の巨匠と両替な応酬。巨匠があるなら巨匠からでもいいかな。そうですね、一回ちょっと盤面を、そうですね、クリアしていかないと。キバナガジュが出ているのでそれの対処は迫られてはいるんですが、まあ、最悪通してもいいかなという。で次のターンの河合さんのアクション次第ではもう両替な応酬しちゃおうかなっていう、まあ、するしかないですね。ちょっと手札的にですね、森を出してきましたね。珍しい、山ではないんですね。多分もう手札にあると思われます。多分おそらく結構そうですね、霊気との調和で森を持ってくるシチュエーションってレアというか、さあよっぽどやることがない時とかになるんですが、うん、10エネルギーが10個になりました。さあ一応現状のエネルギーの総量では、はい、高橋さんに分があるわけですが、あ、盤面が代わりにひどいことになってますね。そうですね、どういう形のブロックをしていくかですね。もし河合さん、はい、さんが全員で攻撃してきた場合、津村さんならどういうブロックします？うーん、トークンが今3体出るんですかね、エネルギーが10個なので、はい、高橋選手は3個出るので難しいです。このターンけど2マナ2 2にあんまり力を使うと得するブロックができないので、うん、まあ、河合選手もあんまり全員で殴るかどうか微妙なところですよね。あのつむじ風の巨匠が行くかどうかがまず、そうですね、難しいところですね。まあ、それが来るようであれば、まあ、除去あったとしても使わせた方がいい気がするので、うんうん、つむじ風とトークンでつむじ風に行って飛行2体止めて騎馬長寿を通す感じになりそうですね、うん、3体出して、まあ、最悪つむじ風が相打ちにならなくても損はしないみたいな感じのブロックですかね。で、キバナガジュを取るかつむじ風を取るか次のターンでドロー次第で決めるみたいな、うんうん、森を持ってきてからのこれ美味しいですね。次のターンつむじ風別にそんなに引きたくなかったんで、つむじ風をどっかにやるという意味でも、あの先ほどのコミットメモリーで次につむじ風が乗ってたんで、はい、なるほどなるほど、それもどけつつエネルギーを増やしつつ、そうですね、河合選手としてはそこまで無理をする局面でもないのでこのアタックが正解だと思います。除去を匂わせつつ土地を置いてないよと、まだ手札にあるよと。さあ、まあ、これは飛行は少なくとも止めそうですけどね。そうですね、うん、問題はこの騎馬長銃の子をどういう処理するかですね。あえて嫌って通すかフェアリーここでフェアリーアピールをしなくても、リスクを承知で複数ブロックで見た目上打ち取りに行くか、いやでもちょっと厳しいですね。そうですね、ちょっとこれそれは除去があった時のリスクがあまりに大きいんで、このターンそっちは我慢するしかないかなって気はしますね。そうですね、飛行を頑張って止めて、まあ、地上は通して、まあ、そうなるとエネルギーが6個結構になっちゃって、そうですね、ちょっとまた飛行の数で負け始めちゃうんですけど、はい、河合さんがパンプしてくれるといいんですけど、エネルギーをそっちに使ってくれるとすごくありがたいんですけど、まあ、ちょっと残念ながらそういう展開にはならなそうですね。ちょっと考えてますね、もうリスクを取りに行かざるを得ないのか、それともまあ、3体生むという選択肢をした場合、多分リスクを取るブロックをしに行くんじゃないかな。まあ、でもこれ本当にちょっとリスクは大きいですよね。成功した場合はすごいんですが、そうですね、高橋選手からすると河合選手の 2-3 が来てないからちょっと除去がないように見えてるかもしれないですね。そうですね、除去があったらもっと大胆に殴ってきてると高橋選手は考えてるかもしれないです。あと、まあ、土地を置かないというアクションとかもそこそこ怪しいといえば怪しいですよね。火を消して除去ないでしょうブロック、除去があったらごめんなさいですね。これはそうですね、これでつむじ風が死んで一回パンプされてトークンが吹き飛んで、うん、で、まあ、この反応はまあ除去はなさそうですね。いや、アブレード確か持ってるんですよ。持ってるんだったら別に悩む必要ないと思うんですけどね。ただ騎馬長銃を守るかどうかを単純に考えてるんだと思うんですよね。パンプしてハイドラ出し直すっていうプランもあると思うので、ここでその頑張る必要があるかどうか、まあ、僕は別に悩まなくて、うん、結構ノータイムでやりますね。さあ、これで飛行が痛いうちで1点だけですかね。はい、ね、そうですね、1点で盤面がこんな形になった上で土地を置いてエンドかな。まあ、そうですね、この状態は高橋選手かなり厳しいですよね。手札も両替の応酬しかないので、
さあ苦しい手札、土地が4枚と両替の応酬1枚、打たざるを得ないといったところでしょうか。そうですね、どこかは取らないといけないですね。まあ、キバナガジュの子でしょうかね。そうですね、まあ、一応キバナガジュ取れば地上は1回止まるし、本当だったらスカラベの神にしたいところなんですが、プライチカウンターのカードもですねさすがにあんまり育てすぎるとね、あのカードで損をしてしまうことがあるので、うん、さあしかし河合選手もここで土地を引いたんですが、もうライフと盤面では今のところ圧倒ですね。結構この辺踏み込めるかどうかとか変わってくるんですけどね。最高のドロー、ならず者の生成ですね。おお、なるほど。ちなみになんですけど、はい、墓地にあるメモリーの方ってやります？まあもうどうしようもなかったら仕方ないですけど、基本的にはやっぱ相手から動けるんで、だいたい打った方が負けるっていう。たまに見るのは本当に十数マナーあって、もうそのターンに引いたカードを使えるときに打ってるときは、まあ、たまに それでも負けるっていう印象なんだけど、大体地区例で1回アクションできるのを返されて負けちゃうっていうのはよくありますね。なので基本的には打ちたくないと思います。サイド後に機械巨人から相手のエンド前に打てるとすごくいいんですけど、そうですね、やっぱりソーサリータイミングで相手に7枚あげちゃうと何しとんねんみたいな感じで大体負けるという。さあしかしこの2ドローのおかげで高橋選手もかなり盛り返してきましたね。そうですね、ここで盤面がキバナガジュ、キバナガジュでどっちもかなり大きくなっている。気がつけば逆転、そうですね、逆転したと言って良さそうな、3回パンプができるので今の一旦は素晴らしい。そうですね、複数ブロックをすると都合のいい相打ちを選択させられた上でエネルギーを使わないという選択肢が高橋さん側にあるので、なかなかこの2体でのアタックというのは河合さんからすれば脅威ですね。とは言いつつも、まあ、地上ある程度飛行クリーチャーがある分殴らないといけない立場ではあるような気はするんですけどね。うん、まあ、どうなんでしょう、さっきの騎馬長銃相打ちにできたんだったら、エネルギー5個で2回5、さっきまあブロックしてもよかったかなって気はしますけどね。1回通しちゃうとハイドラで相打ちするのがどん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 大変になっていくので、うん、なるほどなるほど、ハイドラちょっとパンプするのが今5個しかないんですごく大変なので、はい、まあ、なら最初に高橋選手の地上はもう打ち取ってしまって飛行モードにした方が楽ちんだったかもしれないですね。まあでもこれでまた盛り返してきた的な感じでしょうか。うん、パンプパンプで一応ハイドラがタフネス5になるという形ですね。そうですね、2回だけ使えるので、これも見た目上キバナガジュが相打ちになる、キバナガジュとハイドラが相打ちに差し出しているように見えますが、どうでしょうか。うん、そうですね、このアタックのままだったら、高橋選手はキバナガジュでブロックしそうですけどね。高橋選手これ以上地上は通せないんでですね。でそれはさすがにちょっと不利というので、うん、やめた、不利というか、まあ、あんまり美味しくない交換ですよね。まあ、なので飛行だけどついて地上も固めつつの方が高橋選手としては嫌そうですけど、はい、ちょっと殴るのも難しく、ですね、殴りやすい体勢の方が多分高橋選手は楽だと思うので、どちらかというと戦闘の開始でひょっとしたらこの10点なくなっちゃうよみたいなシチュエーションにさせておき続ける方が河合さん的にはいい、ね、うん、なのでこのアタックはかなり良さそうに見えます ね。一体だけで攻撃して、もしキバナガジュ、キバナガジュと攻撃した場合守りの方はどうなんですかという。もっとしかし高橋選手ここで追加のつむじ風、単純にエネルギー3つがでかいですね。そうですね、これでもし出して攻撃した場合10個のエネルギーで5回パンプができるので、もう川井選手かなりブロックしづらいので、はい、とは言いつつも通すと余計ひどいことになるの で、ね、さらに成長もしますし飛行機械トークンが増えたりもするので、これはハイドラを差し出さないとちょっと厳しいか、どうなんでしょうか。どういうブロックするかですね。なかなかここのブロックが
勝敗を分かつことになりそうな気配がしますが、結構もうすでに止めづらいサイズにはなってますね。もうですね、止めようとすると本当に全てを差し出してようやく殺せるかなとか、そうした場合片方が生き残っちゃうんですよね、うん、77換算か88換算、そうですね、高橋さんはそれを踏まえてどういうような再撃ブロックをされたら嫌なのかを考えてますね。攻撃した場合どういうブロックをしてくるか、まあ、ただこうはされないですね。ちょっと川井選手マナも立ててない、ね、立ってないんで今は蓄励の心配もないんで、まあ、いずれにせよ攻撃はしそうですよね。そうですね、両方行きそうですけどね、はい、守ってても勝てないし、まあ、せっかくつむじ風引いたんで飛行のそうですねブロッカーも用意できてるので、今つむじ風が一番良かった理由としては返して死ぬことがなくなって しまったと。川合さん的にはこのアタックをさせた上で、で本体をゼロにするゲームプラン、例えば何かトップデッキをした場合一気に削れるみたいな感じにして続けておきたかったというところだとは思うのですが、もうここまで来ちゃうと川合選手ちょっと損をするようなブロックしかないので、はい、まあ、なのでどうですか、僕だったらトークン1体出して全員で片方行ってトークンで1体チャンプかな、かなり劣勢ですけどね。そうですね、まあ、ただずっと通すわけにもいかないので、また返してハイドラが殴りづらい、うん、3223って立ってますからね、もう殴れないですよね。おそらくここで差し出してしまって、まあ、中途半端な差し出し方をするとすごいサイズになった火花が銃の子だけがいるっていうシチュエーションになってしまうので難しい。まあ、つむじ風で1体は多分どうやっても残せるんで、まあ、ただ本当に高橋選手圧倒的に有利ですね。エネルギーの使い道が遠くにもできるしパンプにも使えるので、はい、選択肢がたくさんあって盤面も押している。そうですね、これが2ターン前は死にかけていた人のバカというと相当不利だったんですけどね。ならず者が仲間を連れてくるとか、ね、ならず者ちゃうんかいって、あそこのターンが本当にゲームを変えた、本当にすごいカードですよね。エネルギーを支える3マナ剣2種類ですが、どうしたものでしょうね。僕だったら多分1体に全力ブロックを するしかないような気がするんですけどね。そうですね、まあ、2-2の方に全員で行ってトークンで3-3を止める。いや、まあ、トークンも多分生まない方がいいんじゃないかな。テイクの方がいいですかね。そうかな、そのような気はしますね。その相手のアクションを見てからトークンを生んで、うん、チャンプブロックか、うん、なるほどなるほどに切り替えた方がいい、ね、なるほど、相手がパンプしてくるようだったらそれを見てまたトークンにするか、はい、そうですね、中途半端に無駄に3エネルギーを使うよりかはそっちの方がもうしょうがないかなという印象、うん、そうですね、3-3をブロックですね。そう、3-3を全員でいって、はい、とりあえず相打ちにして、そうすると高橋さんからしてもなかなかブロックが難しい。ハイドラとの1対1交換を 3-3 と 4-3 で取るか、それかも全力で隣の木花が銃の子を強化して見た目上の有利みたいなのを取るか。ああこういうブロックですか。これだと多分両方は生き残らせれない形なんでしょうね。高橋さんは多分つむじ風の方を全力で大きくしますよね。そうですね、これで 3-3 にして、現状で今 3-3 なので 5-5 にまで育て上げれれば問題ない。まだあんまりつむじ風の方に全力を注いでしまうと、ハイドラ側が今度は残ってしまう可能性もあるので。そうですね、まあ、こちらはもう1回だけやっといて、まあ、見た目上この5-5 で 3-3 と 4-3 のハイドラと木花が銃の子が相打ち で 2-3、2-3、5-5 ですかにしておいて、つむじ風の巨匠1枚を取りに行く。おそらくこれがベストですね。高橋選手は相手がエネルギーを使ってくるんだったらそれに合わせて使えばいいだけなのでですね。川井選手はハイドラも絶対に相打ちになってしまうエネルギーの総量なので、もうトークンを出すかぐらいしか使い道がなさそうです、ね。はい、まあ、ただトークンを出し
たらその瞬間に66にされるの で、ね、これもトークも出せない状況ですよね。まあ、その時点で1体は残るので、はい、1体残るので、まあ、もうこのまま OK してトップデッキに行きたい。そうですね、アサインをそのまま通してみたいな感じ、まあ、お互いに痛み分けというか一番妥協点的なブロックですよね。これを選択したってことはまあこうそのまま戦闘解決に行きますよね。ただ川井選手ライフは多いんで、はい、もうあいつさえ対処できれば木花が10さえ対処できればフラットというか、少し有利かもしれないん で上からの飛行トークンでゲームに勝ちに行くプランを取りましたね、3体ですか、3体で3-3みたいな形で勝ちたいなみたいな。さあドローは土地でしたね。もうスペルでもかなり有利になりそうなぐらいの場でしたが、まあちょっと殴りに行けないですよね。まあ見た目上 3×3 で倒せる高橋さんそのものを倒せるのですけど、そうはさせじと飛行投機械トークンが出てくるの、おグローリーがブリンガーしてきましたねその名にたがわぬ素晴らしい効果。これあれじゃないですか、ちょっと勝ちすぎててどこに特例するかみたいな、まあ、悩みますね。僕結構悩むんですけどね、こういうシチュエーションになっちゃうと。川合さんは17、ちょっとつむじ風行き過ぎな気がしなくも、つむじ風の巨匠を殺してで、うん、全員で攻撃に向かいましたね。そうすると2-3なので3-3でブロックで都合5点、8点食らってトークンが1体残るという算段が一番ベーシックっぽいブロックでしょうかね。まあもうしょうがないです、つむじ止めて、いやそういう選択をしなかったのかな。もうただチャンプですかね、5-5を止めて、ね、ライフを8にした。さあこのターンのドローも残念ながら土地に見えました、沼を引いたように見えました、はい、っぽいですね。あでここでトークンを出してダメ押しをしようかなと。もうライフが詰まっているので、そうですね、もう木花牙獣もこれ以上大きくする必要は全くないので、はい、数で押す面で押すプランに切り替えて、そうですね、まあ、高橋さん的にはスカラベがスカラベで間に合われられるっていうのだけがやめてほしいパターン、一刻も早く削りに行かないといけない。残りライフが2。さあしかしこれはスカラベの神といえど逆転不可能、はい、そうですね、大逆転でしたね、あのターン。いやならず者でしたねあそこがならずしてましたね。先手の方がインパクトありますしね、対処ができるカードを持ってないというのも大きいですよね。うん、さあお高橋選手も初手は100点に近い、先ほどお互い初手すごい強かったんで、川井選手今回は、はい、まあ、お互い7枚キープですか。そうですね、川井選手ちょっと土地が多いですけど、まあ、バランスは良さそうですね。アブレイドと、はい、ならず者の生成は見えました。タップインの処理をお互いにするところから、僕結構このサイクリングランドサイクリングする派ですけど、どうですか今のリソースだけ見て。今のリソースがさっきは霊気拠点がもう1枚少なかったですね。霊気拠点、霊気拠点ってもうすでにあって、まあ後手だし土地が止まる可能性があるかと。4まで霊気の調和もあります。タップインの処理ができないような、例えば5ターン目まで動きが確定しているのであれば、まあ、置いちゃってもいいかなという印象かな、うんうん、結構サイクリングするのしんどくないですか。先手だとするターンがあったりするんですけど。さあちょっと他の卓の情報が入ってきたんですけど、はい、先ほどフューチャーで熊谷さんに勝利してトップ8を決めた小澤選手が今、はい、3-0でもうすでに早い、準決勝進出を決めていると。こっちとら1本目が終わったとこなのじゃみたいなあれ、はい、ならず者がならず者と相打ちして、ならず者2号3号機ですかこの場合はが出てきたと。お互いにそうですね、手札が充実していきつつの、まあ、ここまでかなりいい流れですね。川井選手はこの先に何があるかですね。ベストは川井さんがスカラベ叩きつけるパターン、高橋さん的にはそれが分かっているので、そのスカラベだけは
早いターンのスカラベは処理がめちゃくちゃしんどいですからね。そうですね、もう本当に取る以外ないですし、まあ、これこういうような展開だと結構除去が余っててすぐ取り返されたりもするので、うんうん、まあ、川合選手としてはできればそのもうドラゴンを出させないぐらいの、はい、やはりスカラベの神の会心ドラゴンだと、スカラベの神に分があるので、作伯を、そうですね、2ターン目が作伯だったので結構な頻度で竹霊稲妻が残ってそう、うん、さあ川合選手は手札にブラスカが見えるので、まあ、それまで、はい、なるべく盤面をクリアにしておいて、うん、でさらにならず者がならず者を呼んできましたね。もう本当に同系一番嬉しいですからねありがたい、ありがたい、エネルギーが溜まり続ける。おこれはナイスだろう。いいの引きました。ハイドラが、ハイドラおじさんが、あいいですね、ストレートヘイトにブラスカまで行ってしまう。そうですね、まあするでしょうね。そのプレインズウォーカーに対する牽制も必要なので今回はする。8、まあもうね2回使えるハイドラを殺すのはなかなか大変ですからね。そうですね、あでも今巨匠引きました。そうですね、かなりいい巨匠を引いてしまえばプレインズウォーカーといえども、まあただそれでもブラスカはすごいですちょっとあれはねつむじ風で落とすのは大変なので。そうですね、何せスタート値が高くてなおかつプラン2ですからね、うん、で出てくるトークンもインパクトがあるという、どこ取っても一級品みたいな。まあ、おおむね川合さん的にはブラスカを出すという動きでしょうね。まあ、その前にどれぐらい攻撃に向かわせるかはまたちょっと難しそうですけど、はい、高橋選手がつむじ風を出してきた場合も盤面だけで相打ちはできそうな感じはするので、うん、まあさすがにつむじ風ですねを出して道路の召使いで15体分のエネルギーがある上でターンをエンド。これまあ見た目上ハイドラが殴ってきたら3222で差し出しブロックでしょうかね。まあトークンもちょっとつけるかどうかですね、除去をどこまで考え、まあ1回はテイクしてもいいかなって気はしますけど、僕結構ここで除去使ってほしいので、除去使ってくれたらそこでハイドラなり何なりで処理ができるので、もう上から殴るプランにしそうな気がするんですよね。まあ、確かにこの6ターン目っていうターンを除去に使うと、まあ次に強いカードハイドラかチャンドラぐらいしかないんで、ちょっと川合選手としてはあんまり美味しくないターンにはなりません。除去を使わせられると、ワンスルーでもまあもちろんいい。チャンプはちょっと一番良くないかな。そうですね、チャンプするぐらいだったらテイクした方がいいかなと思いますが、あもう最低限の本当に除去があったら使ってくれ。これは下見ブロックエネルギーを使い切らせようという悪い魂胆が見えますね確かにちょっと黒マナも今、あれしかないのかな。これあれじゃないですか、調子乗ってエネルギーを使い切ってからチクレイナズマするぞみたいな、うん、高橋選手多分除去はいっぱい持ってたんで。そうですね、まあ、でもどうですかね。いやさすがにちょっともったいないかなと、うん、これをするんであればつなくりでいってもいいかなと感じします。そうですね、ただ河合選手は、その動きを受けてエネルギーを貯める行動にします、はい、そうですね、まあそりゃそうですねしっかりハイドラを守れるように、はい、そうただここ多分高橋選手が予想してたよりたくさんエネルギーが溜まるんですよね。なるほど、まあ、溜まっても1個ぐらいかなと思ったら実はまだまだ溜まる、まだまだ溜まるんじゃ、まだマナクリーチャーを持ってたと思うんで、はい、わー恨めったってやつですね河合選手としてはそんなに悪くないターンですね。サイクリングランドもずっと手にあったのがこのターンでようやく消費できるので、そうですね、エネルギーが6個になっちゃったので除去除去とかいう当初のプランは目論見外れ。これ一気に
高橋選手尋常じゃなく除去は持ってます大量に持ってはいるんですが、ただ残念ながらハイドラはそうです、ね、除去体制はあるのじゃみたいなでハイドラ高橋選手も引くのが一番簡単な分かりやすい対処法です ね、 そうですね。ハイドラ受けを残すためにちょっとエネルギーは残すかな、まあ、どのみちチクレイナズマだった場合ある程度は貯めておかないと意味がないので、3だと心もとなすぎますからね。今のちょっと雑だったかなという印象ですね。もうちょっと検討して全員でいくなり、はい、そうですね、あるいはスルーするなり、スルーしても全然良かったので、うん、スルーした場合除去除去でこじ開けてっていう、はい、結構3点ならずもの生成、あの3点攻撃って大きいですからね、まあ、そうですね、単純に3人をもうほぼ無料で失ってしまったのも大きいですし、ちょっと響きそうですよね。これどうするんでしょうかね、除去除去で道こじ開け系ですか。もう言ってもおかしくなそうですけど、ね、つむじ風のトークンだけで、まあ、もう単純に殴り合いをするっていう。そうですね、折衷案みたいな感じですね。エネルギー失うのちょっともったいないから、赤純正で赤が出る、まあ、なんか一つしかないので、うん、これはけど、まあ、これだったら本当になおのことならず者がいた方が良かったですよね。そうですね、殴り合いがすごくそれだと成立しているので、ちょっとこのままだと高橋選手だけエネルギーを消費しながら守らなければいけないので、そうですね、一応見た目上4点対6点のダメージレースになっているんです。なっていない、なっている、なっていないみたいな何引きました、つむじ風が。高橋選手だとこの弾相当いいですね。チャンドラつむじ風か、まあ、まあこれはスルーんじゃないですか。さすがに通りましたね。6点が通って11対16 でつむじ風であればつむじ風のキャストスタックで、おや4マナ違うカード、チャンドラもあるんです。チャンドラブラスカーつむじ風というめちゃくちゃこれはかなりきつい。ワンチャンスあるとするとつむじ風が出たところで、はい、場に出たのにスタックで焼こうとすると、まあ、うでしょうね、はい、でスタックで河合さんがトークンを2匹出した場合、はい、エネルギーはその瞬間ゼロになるので、ハイドラもおまけで殺せるかもしれない。で河合さんもチクレアンちゃん1枚使っちゃってるんで、そこをプラスにしてですか。今ちょっとエネルギーの総量的にマナでも 赤でなんか2点が重要な場面でもなさそうなので、赤でエネルギー1個ちょっともったいないですね。そうですよね、で ここでスタック、まあ、対応して、あらで稲妻で、はい、トークン何体出すのと、これありますね、スタックでトークン出しちゃうと、あっと手をかけちゃっている。でそのスタックで行きますね、これは間違いなく。これは大きいですね、ハイドラがこのタイミングで死んでしまうのは。いやでもなぜか考えている、うん、考えるところなのか。これはどう見ても美味しい餌がタップアウトで転がっているように見えるぞ。どうする高橋、手札に報酬があるんで、はい、溜まった後にあえて打って弾かせてメインでパクるってのは考えてるかも。いやもそれ恨めたら、まあ、恨め利用はないですよね、けど一応もう絶対弾いてくるんで。まあでも安全なのは、まあ、どっちかというと両替の応酬であいつ取った方が硬そうですから、まあ、つむじ風取った方、あ、つむじ風はもう取れないのか。つむじ風は一応エネルギーをゼロにすれば取れるけど、まあ、それはちょっともったいないか。あ、そうです、一応チャンドラが残っちゃうような状況なんですよね、うん、でもまあさすがにそっちにした方がいいんじゃないかなと思いますが、5の、9になって4になってで、まあ、その後でトークンが生まれて3の3で解決でトークンが生まれて、で高橋さんが多分1体トークンを出してチャンドラに全軍攻撃ですね。もうパクリ、トークンを取ってもうチャンドラ壊しに行ってもいいですね、むしろそっちの方がいいか。そうするとエネルギーがさらに5つ入るので、ああいいカード引いた、そうですね、追加のエネルギーぴったり。いや今のはかなり大きい、そうですね、今のターンは大きかったですね。まあまあ見た目上はもちろんハイドラを奪った方がいいのですが、ちょっとそうなると展開が厳しい
厳しく見えてしまいますからね。僕はこっちの方が断然いいような、うん、まあ、自然ですよね。スカラベ出てきても大丈夫ですし、ですね、はい、ちょっとまだライフ自体は河合さん多いんで、はい、まあ、次なるトップデッキ備えた動きができた方が、で、ね、まあ、でもこのターンはもう使いそうですね。チャンドラ殺した方がいいんで、応酬まで綺麗に使って、はい、でなおかつ飛行機械トークンがさらに2体生まれるよという余地を残して、うん、そうですね、ここは踏み込むべき箇所のように見えますね、うんうん、ここまでの展開的にちょっと河合さんクリーチャーも、ね、あんまりなさそうなんで、これで、エネルギーがタダで4つ、タダではないですが、でチャンドラを壊してターンエンド、でこれだとブラスカーでは、そうですね、もうこれだけの劣勢だとスカラベですね。あ、コピー君かな、自信、多面層の自信ですか。多面層を引いたので、まあ、ちょっとエネルギーがね、すさまじく負けてるので、ただ、まあ、これでブラスカまでのつなぎにはなるのではないですか。そうですね、ブラスカ守りやすくなるのはすごく大きいので、はい、まあ、河合さんとしてはこのライフ差を生かしてブラスカをうまく守っていけると。で一方高橋さん的にはもうこれトークンを全力で出すしかないという流れですね。4からだから7ではないかという、さっき5でしたね、5だったから5だったんで8で大丈夫と思います、はい、あ、じゃあそれでだとまあこれが適正かで、そうですね、全員 2,3 もいくかな、いかないか、さすがに、うん、さあもうこれは素直に2体を受け止めて、4点テイク、はい、さあもう高橋選手は出し切っている出し切っている。ちなみにこれ 2-3 攻撃に行くとかはなかったですかね、ちょっともったいない。 2-3 で行った場合ってもあれですね、飛行機械一体と相打ち、そうですね、でブラスカが出てきた8、さあ今地味に霊気拠点で3になったのも大きい、そうですね、でかいどうする高橋、絶対絶命、トークンが今河合さんは1体だけ出せる状態、そうですね、グローリーがブリンガーしたおやおや、いやしかも最高のタイミングですね、これこれで、いやこれ本当に最高のタイミングでしたね。もうなんならブラスカを無視するっていう選択肢まで生まれそうなタイミングだったので、いやまあ特例で 2-2 トークンを殺しつつ全員ブラスカで壊しに行った方が良さそうに見えますね。そうですね、ぴったり、あ、トークンが1体出ちゃう、そうですね、だからこそ 2-3もう行った方がいいという印象なんですけど、本体ないですかね。本体で行くのであれば特例しない方がいいんですけど、うん、あ、じゃあ特例しないとあれかブラスカ殺されちゃうから、そうですね、ブラスカはどの道壊しに行きたいところですね。僕は特例しなくてブラスカに行った方がいいんじゃないかな、うん、そうすると次のターンも攻撃ができるので、あ、やっぱりやめたしようとしてますねここは難しいですね、どう行ったら一番得できるか、うん、お得ブロックは、まあ、基本的にはないですね、まあ、やっぱこの 2-2 を殺すのに意義があるかどうかっていったところじゃないですか。僕はなさそうな気がするんですけど、パッと見ですけど、はい、まあ、どうやってもこれグローリーブリンガー止めて、はい、トークン4体テイクしてブラスカ4になるんで、はい、でもブラスカ多分マイナスで、そうですね、ドラゴン殺すとかになると思うんで、そう考えると特例しておいた方が、確かに確かに、そっか、まあ、絶対どの道殺されるという、そうですね、前提だと特例しておいた方が、クリーチャー一体分得なんで、うんうん、そうですね、確かにそうですね、まあ、これで 4-4 をブロック、4ヘリの修正度4で、まあ、1ターンプラスする余裕はないですね。マイナスで破壊しないと次のターンに栄光をもたらすものが栄光しちゃうんで、まあ、逆転の目は全然ありません、ね、結構何引いても結構何とでもなっちゃうので、ブラスカのおかげでだいぶライフに余裕ができたので、はい、だって高橋さんも結構ライフないですからね、もう本当にそれこそスカラベの神みたいなカードが引くようなことがあれば一気に、さあ何を引いたのか、ちょっと土地っぽかったですが、ただしプラスを選択したということはそれなりにはどうにかなるのかな、いや、どうにかなっていない、どうですかね、ここプラスだとドラゴンちょっと除去できなさそうなんで、落ちちゃいそうですよね、2までいっちゃいますからね、これ、はい、
まあ、だったら河合さんとしてはゲームをとにかく長引かせたいのかもしれないですね。トップデッキ勝負になれば、ね、プラスプラスみたいな形でなるべくダメージを軽減していくプランを、もうとにかくブラスカに殴らせたいっていう、うん、一応22の威迫が結構ダメージ入るんですよね。そうですね、高橋選手手札もないんでみたいな形 で何を引いたのかな、なんかスペルっぽいものを持ってるような気がするんですが、つむじ風ですかね、まあ、悪くはない、悪くないですね、むしろかなりいい。これで、ブラスカが4つ、はい、墓地から海賊トークンが、さあそしてエネルギーが3つで、いやこれすごいですね、まだブラスカ、いやついに落ちるか、ブラスカがこのターン落ちますね、全員でいけば、いやだいぶ稼いでくれましたね、このターン落ちた上でライフが結構詰まっているの で、ね、高橋さん的には結構辛いまである。もう確かにこれはもうかなりプラスが、プラスのプレーが良かったですね。そうですね、まあ、2に海賊を倒すのかな、倒さないという選択肢もあるな、このターンブラスカを壊しに行って、まあ、でも殺した方がいいんじゃないですか、単純にちょっと戦力として2に威迫はかなり強いんで。そうですね、で一応まあこのターン全員でブラスカに行けばついにブラスカが落ちるので、でもそこそうした場合、いや巨匠を殺すはないと思うんですけどね、巨匠今一番どうでもいいですよね、2匹巨匠がいるので、2匹の方がきついですね、ブロックできないので、まあ、あとあいつが 2,3 っていうのはちょっと今ビジュアル的に失念してる可能性はありそうですけど僕も PT で一回あったんですけど、やっぱ本当にいや MO とはねやっぱ違うんです、そこ MO はその絵柄もそこになってくれるんですけど、いや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 、まあまあまあ普通に考えたら海賊トークンを倒してしょうがなく全員ブラスカーやですね、ちょっとブラスカーにこのままいつまでも殴ってるわけにはいかないので、まあ、落ちる、そうですね、ブラスカーとちょっと決別する時が来たかなと、まあ、相当ライフ持ってかれてますからね、ライフゲイン的な意味合いで、はい、さあ全てこのアタックをした場合飛行機械トークンを出す必要がないのでエンドに出して全員で殴り返しみたいな感じです。河合さんはそういう短期決戦というか、はい、ドラゴンが寝てる間にか、まあ、あるいは次のドローに自信がないのであればキープしておくという手もなくはないですね。最後の栄光をもたらすものの特例アタックをその特例させてからブロッカーとして用意する、うん、まあ、そういう使い方もなくはない、まあ、でもここ5点開始全部殴って5点入れると相当でかくはありますけど、ライフ2になるともう 2,3,2,3 で全部止めなきゃいけなくなって、あいつもいるんで海賊もいるんで、まあちょっと3と2の違いは大きそうですけどね、結構おつむじ化できましたね、こっちにしましたね。ということはあれでトークン出していった、キバナガ銃、これキバナガ銃を差し出しブロックですかね。これはちょっとエネルギーもなくなってるんですよね、河合さんは今。あ、そうですね、河合さんはエネルギーがなくなっているはず。さあ他のとこは続々と終了しているらしいですが我々まだ2本目という、そうですね、しかも2本目のまだまだクライマックス2歩手前あたり、まだサイドボードしかすらしていないというまだ多分2ターンくらいは全然ある、あ他のとこは全部終わったそうです。ここのとこはまだ2本目なんですが他のとこは全て終了したと。準決勝に進出されたのは、はい、小林選手、5位抜けの小林選手、はい、2位抜けの小澤選手、3位抜けの高野選手が、はい、準決勝進出を決めています。そうですね、今エネルギーはゼロのはず、そうですね、これで1位のはずですが、あれ4どうなってるんでしょうね、多分飛行機械出したんで、飛行機械出しているから1のはずなのですが、最近けどあれですよね、プロツアーとか、うん、この間の WMC 見てて思ったんですけど、紙にエネルギー数書く人結構増えてるみたいですね、はい、やっぱりこれでやってるとどうしても、うん、そりゃそうだよね、あごめんなさいごめんなさい、で戻りました、戻った、特例が解けて、これでライフが2になってしまっているので攻撃にはいけないかな。そうですね、もう全力で守ってドラゴンが起きるのを、そうですね、もう2回くらいグローリーがブリンガーする予定じゃないとダメかな。1体くらいは攻撃に行ける？
ちょっと厳しいかな。一体もブロックで打ち漏らすことができないので結構きつい。きついですね。一体もそうですね、打ち漏らしができないのでもうこう、リスクを取って1点取りに、まあ、行ってもいいかなくらいなんですけど、行ってしまうといろいろと、まあ、ちょっとこの飛行機械通すと次の飛行機械も通せなくなっちゃうんで、まあ、ここは全力でも止めた方がいいと思います。ドラゴン僕も止めた方がいい派ですね。そのちょっといくらなんでも除去されたらしょうがないんですが、だからといってなみたいな、まあ、この1点にあんまり意味があるとはちょっと思えないですね。あんまり関係なさそうなんで。1点攻撃に行きましたね。でエンドさあ攻撃かなり力を入れていきました。海賊は攻撃に向かうものという意思を感じますね。さあ川合選手スペルを引いたのかな、ちょっと悩んでますが、まあ、そうですね、土地だろうが呪文だろうがここは悩むところですね。難しいですよね、ちょっと、はい、まあライフが11あるのが一応おお、なかなかいい絶妙悩ましい。確かにこれは悩む、ね、でも今エネルギーはかなり嬉しいですね。キバナガジュまずつむじ風にちょっと勝てなかったんで、まあでもこれでトークンでブロックという自信は絶対に兄さんで優しくブロックすると思うので、いやーそれは死んでしまうぞ高橋。ライフが2しかないのじゃ。なんか除去持ってるんじゃないですかね、今のブロックを考えたってことは。除去だったらもう多分キバナガジュに打ち込みません。そうですね、確かに。まあまあこのブロックが一番で、これでどの道プラス1なんてしないのでなんかどうにかしてプラス1を引き出す方法ないのかなみたいな感じに見えますね。まあそんなのは無理ですね、さすがに無理。一番美味しい形での、はい、トークンがで、トークンとトークンとトークンが相打ちになって、さあでライフが 2、この本当に2と1の差もかなり大きいですね。今河合さんは1体しかトークンを生み出せないので、はい、おやおおでかい、これもこれはでかいトークン1体分のエネルギーが手に入りました。でグローリーがブリンガーをしてマナクリを殺しつつ、まあ、兄さんは残した方がいいですね、いずれにせよ。そうですね、兄さん止めたいですよね。もう特例しないですね、特例しないアタックをしようかどうかで検討中です、ね、うん、5点6点、もう1体トークン出すと6点なんで、このターン5点度ついて、そうですね、それの方がいいですね。5点で残りが6、エネルギーが3つあるのでトークン出せますよと。河合選手ならつむじ風で合ってますよね、あのコピーしたやつが。そうですね、つむじ風ですね。だからもう一旦は一応あるなので高橋選手は次は、ね、次もノントクレアタックですね。で縛いて、はい、ドラゴンなりトークンなり止めさせて、もう盤面、そうですね、高橋選手から地上まで行くことを含めたらどうですかね。おやお強烈、今回はマイナスですかね。いやこれはゲームが決着したんじゃないですか、いくらなんでも。ドラゴン殺しますよね、マイナスで、そうですね、栄光をもたらすものを倒して、んプラスにする。どうですか、いつもの癖で最初に8個にしちゃった。そうですね、8とりあえず8個にするんじゃなくて、まあ、6からそうですね、そうですね。そりゃスタートが8と勘違いしただけっぽいですね。まあ、なんか基本的にまずは挨拶代わりに大体8から入るんで、はい、トークンを出しちゃうんで、確かにスタートが8っぽく見えますが6です。まあこれけど本当にドラゴン殺されるとガゼン河合さん有利になりますよね。さあこれで盤面ほぼ一緒でブラスカが河合さんの場にあってライフも多いという。でこれで致し方なくブラスカを削りに行くのかな、頼む引いてくれ で、まあ、まあそこそこいいの引きました、ね、とりあえずスペルじゃなかったらもう終わってたんで、
そこそこいいのを引いたんですが、そこそこ程度でしか良くない。あ、微妙ですね。ブラスカ諦めて本体本体みたいなルートかな。本体本体だとライフがちょっと足りないですね。難しい。どの道絶対にトークンは出るんですよね、これ、ならずものならずじゃない巨匠の方がトークンを出してくるので、それに対して、いやこれけど本当にどこに行っても地獄ですね。そうですね。まあけど本体行ってもなって感じはするんで、ブラスカ行くしかないです。このアタック本体狙いではないでしょうかね。まあでも確かにもうブラスカ狙ってたら勝機がないですから、ね、どうせ生き残っちゃうんで次のターン遠くに出されて、ね、また再びブラスカに行くようではちょっと勝ちがなさそうなんで、このアタックにした場合だと遠くんで何かの紛れが起こってくれないかなというアタックですね。そうですね、これがブラスカ、ブラスカ、それは良くない、良くないぞ高橋、多分ダメだ。まあ、河合選手はもう注文通りに止めて次からトークン生成モードにすれば良さそうですよね。パッと、そうですね、はい。おお、なるほど。しかもこれはかなりナイスプレーなのでは。だけど飛行がもう次のターン出ないのは確定してるのか、エネルギー的に。そうですね、トークンを生みました。まあ、ちょっときついですね。ブラスカのプラス2に対して2点しか与えられてないので、はい、このままだと、ん、あとはトークン3体死ぬ前にアンちゃんが一体出して、はい、あ、これで一応次のターン殺せる。いやブラスカ殺しても盤面が死ん、まあ、自分が死んでいるという海賊トークンのやはり威迫が、威迫はとてもすごいの。じゃあ、おっとこれで 1-1、はい、ライフが2だった高橋選手はブロッカーが足りずに、いやティムールっぽい、いやすごいですね。河合選手けどよく粘りましたね。シーソーゲームですね。そうですね、あの1匹目のブラスカーが落ちたあたりはもう完全に高橋選手のペースかなと思いましたが、はい、そうですね、見事な逆転、栄光をもたらしたかなと思ったら、そうですね、もたらさなかったですね。もうあと一息だったっていう感じだったと思うのですが、さてこれでお互いに 1-1 となってサイドボードですね。木花が10と日によ両方欲張りプランみたいな感じ。そうですね、まあ、多面層がいっぱい入って思考の意思、うん、ギアハルクまでは入るとして、まあでもそんなに抜くものがあるかと言われると難しいですね。お互いに7枚キープから1ターン目に調和で山か島かどっちかなというところでしょうか。まあ、山っぽいです。手札にグローリーブリンガーがあったんで。なるほど、うん、さあ高橋選手としては、理想通りの2ターン目に木花が10スタートが切れそうです。一方で青赤ファストのスタート、高橋さんもちゃんと2ターン目マナクリは出せそうですね。ただしそうですね、リストが分かっているので、まあ、マグマスプレーされることもないし、2ターン目にクリーチャーが安定して着地ができる分だけ高橋さん的には気が楽ですね。そうですね、基盤長銃だしね、特に、はい、もうマナクリー会社で出されてもそんなに。さあ河合選手手札はかなり強いんですが、まあ、本当に唯一の問題といえば除去がないぐらいですね、はい、そしてそこでちょっと基盤長銃なのでそれだけ、まあ、早速これは焼かれるでしょうね。高橋選手手札が蓄冷、はい、つむじ風つむじ風多面相を焼かない、3から5になって、でこれはどうしましょう。2パンプとかします、溜めるんじゃないですか、ね、溜めますか。ちょっとエネルギーの量的には溜めそうですけどね。ちょっとこれから霊気拠点に2個ぐらいは使うと思うんで、はい、もうどんどん溜めていった方がいいかなと思いますけどね。ただ先ほどおっしゃったその殴りに行くゲームプランを取った場合、まあそうですね、ちょっと土地がね霊気拠点というのがちょっと、まあ折衷案みたいな感じでしょうね。まあ、1個だけ出して1個だけ、そうですね、つむじ風の巨匠で遠くを生み出すよりかこっちの方が、キバナガ銃の子で1-1カウンターを乗っけてる方が一応効率はいいのでこちらを選択といったところでしょうか。
さあ川井さんとしては手札は本当に強いので、もうとにかく時間さえ稼げれば、はい、ターンをパスからのまあまあいいカード、そうですね、今一番欲しいカードは結構5枚目の土地だったと思うので、除去からのこじ開けといったとこでしょうかね。それか、そうですね、エネルギー、先ほどのターンは霊気拠点から青出したので、はい、エネルギーが1個減って3つ増えて5つでした。巨匠巨匠というで土地を置いて攻撃みたいな感じですかね。8、それに対してトークンでブロック、お茶に濁しブロック、まあ、これも本当にねただではないのでなかなかそうですね、対戦相手のエネルギーが2個増えるのか自分のライフも減らしつつになってしまいますが、はい、うん、まあ難しいですね。さらにまだまだ高橋の猛攻は続くのじゃぞ、ね、みたいな。でもこれはチクレ今引きましたよ ね、 そうですね、すごくいいドローだと思いますね。このターンならずの生成は出しながらチクレも構えられるので、まあ、次やっぱりね5ターン目といえばドラゴンがちらつくターンなので、構えながら強いアクションが取れるってのはすごくいい展開だと思いますけどね、うんうん、このターンちょっと両替の応酬と悩んでるんだと思うんですけど、エネルギーの総量的にちょっと河合さんがあいつを取ったところであんまりゲームに影響を与えないかなと思うの で、 そうです、ね、個人的にはならず者を出してチクレ構えが一番丸いと思います。これでエネルギー4つになって、はい、ドラゴン出てこなかったらチクレをあの、キバナガジュに当ててもいいんで、うんうん、一方で高橋さん側からすると持ってそうですよね。持ってそうですね。持ってそうなところに突っ込みますかね。いや難しい、ちょっと手札的にまあ行かざるを得ない可能性はありますけどね。もうトークンバーって出して、トークンを出して自信を出して迂回ルートとかはどうでしょう。ちょっと弱すぎますかね。それだとちょっと難しいですね。トークンもこのターン、まあ、1体は出してもいいと思うんですけど、ちょっと青々が出ないんですよね。ないんでちょっとこのあと3回ぐらい霊気拠点使いそうということを考えると、はい、多分そこを考えているところですね。果たしてこれ、まあ、ただドラゴンに関しては河合さんのリストを落とせるカードが7枚あるんで、まあ、ちょっとあんまり警戒しすぎて、もうしかも1丸とか2丸なんで、うん、そうですね、まあ、高橋さんとしてはちょっと警戒しきれないかなって気はしますね。トークンは出さずでアンタップかな。さあ河合選手のリストにはチャンドラの敗北が3枚、チクレイナズマが4枚入っています。6で地震からのおならず者になって1枚、微妙なところですね。これ攻撃にもあんまり行きたくない。そうですね、ちょっと地上は止まっちゃったんで、まあ、このプランだったらやっぱ飛行ちょっと出しておいてもよかったかなって気はしますけどね。高橋選手は本当に攻めないとどうしようもないので。そうですね、お茶に濁しアタック、これけどどうですかね。これだともう普通に木花が銃だけテイクして 2-3 と 2-2 で1対1手、 3-2 で1対1手で、キバナガジュを殺すんじゃないですか。この絵は殺しますかね。両替の押しがあるんで、もう僕あチクレか、チクレで殺してとか、ね、なるほどなるほど。で2体で片方止めて、まあ、マナクリの価値が今指してあるようには見えないので、まあそれにスタックで除去ですね、うん、マナを何点で打つんでしょうかね。まあ3点とかでしょうか。そうですね、うーん、何回どうしたものかと一応、まあフルパンプしたりすると河合さんのエネルギーは枯渇するんですが、まあ、高橋選手もちょうど枯渇し合う、微妙です ね、 そうですね、枯渇しそうでしないっていうところがポイントですね。まあ、ただ高橋選手の方がちょっとつむじ風の4から3になって打ちました。でプラス1カウンターを乗っけるところに対応しているので、一応見た目上全力を注ぎ込めばキバナガジュの子は生き残るんですが、その場合
いや生き残らないんじゃないですか、プライチまだスタックに乗ってるのが今あるんで、はい、でそれにさらに3を乗っけれることができるんですよね。で今6までしかいかないんで、蓄霊の解決が最後の1回の前で6までしかいかないんで、これ7になるんじゃないですか。いやその最後の7個目が解決する前に蓄霊が入ってるんで、しかもあの3、2でブロックしてるからどうやっても月花が十分。ああそうかそうかそうか、まあ、蓄霊からもまず生き残れない。そうですね、確かに。じゃあまあ素直に死んでおくのがいいような気がしますが、良さそうですけどね。一つ使った。ああなるほどなるほど、河合さんのエネルギーを1個使わせるとつむじ風のトークが1体減るっていう、あの3と2の違い、3だと1体分、まあ、そうですね、うん、自分で2個を使って1個のエネルギーの交換、うん、そう聞くとまあ損はしてたんですがちょっとこのアタックもったいなかったかなという印象です ね。もうこれぐらいいくんだったらグローリーブリンが強気に出してもよかったかなって気はしますけどね、はい、ちょっとまあまあ使わせたというところでは。さあただ河合選手手札は非常に強いので、もうどのカードをプレイしようかまあ、ただ、まあ、今の結構効いてるかもしれませんね。これで栄光をもたらすものがノーガードになっている状態、うん、1回殴れる、1回殴れるし栄光栄光みたいな感じですよね。そうですね、手札高橋選手は栄光栄光マナクリーチャーですかね。まあ、でも高橋選手のエネルギー2個に関してはあんまり価値がないと判断したかもしれないですね。あの手札にマナクリーチャーいるんで2個すぐ穴埋めできるので、うん、高橋選手はトークン2体生成っていうモードにすぐ戻れる。河合さんからするとチャンドラを出して赤赤で青緑赤余りのエネルギーを3にしてエンドが一番ありそうかな。3に出すのにマナクリ使わないといけなそうですけど、まあそれでも問題ないですかね。そうですね、そうするとチャンドラの敗北を持っている。おお、結構贅沢に使っていきましたね。1つ増える感じかな。そうですね、3つで攻撃で5点、これは通しますね。攻撃的なオプション取りましたね。そうですね、まあ、あいつがいる限りちょっと相打ち、あいつ出したくないので、うんうん、どけたように見えますが、そしてでも栄光の栄光殺意です ね。もう一度栄光来ないかなみたいな。あ、ただこれはけど高橋選手から見るともう透けてますよね。もうあのマナクリーチャーの置き方とこのターンのアクションいかにもですね。ただまあちょっと反応が厳しいの で、ね、待ってるわけにもいかない。現状盤面で負けてて、盤面で負けてる以上攻めなきゃいけないのは高橋選手なので、まあ、もうね八方塞がり感が。そうですね、まあ、出して待ってましたみたいな感じですね。で状況なんでしょと、まあ、本当にちょっともう1マナなんでね警戒できないっていう、はい、あの構えるが5マナとかのカードは構えさせ毒みたいなのはよく言われるんですけど、そうですね、もうゲームプラン的にしょうがないですね。そうですね、高橋選手も5マナのカードを2枚持ってる以上は。そうですね、召使いが攻撃してこなかったというのでほぼ 97% くらい。そうですね、こんだけ攻撃的なプランを取ってるのに2点を放棄してるわけなので、まあ、ほぼ間違いなくチャンドラの敗北を持ってるのは分かってたと思うんですけど、まあ、分かってたからといって避けられないほど軽いので。そうですね、2枚目のその栄光をもたらすものを通すためにはここでマナゾーンを受け入れないといけない。またそうなってくるともう最初のターンから突っ込んどいてもよかったんじゃないのかなというのが、結局ターンが伸びちゃっただけだったんで、もうドラゴン早く出せるんだったら早く出しておいても。今かなり河合さんが優位にゲームを進めてますね。8-2から7-3ぐらいは。そうですね、高橋選手のプランとしてはもうドラゴンが殴って多面層を取り返してっていうプランですかね。ちょっとまあこう何コピーしてもあんまり強くないですけど、もしドラゴンが生き残るようであれば多面層でもう一回ドラゴンコピーして栄光栄光みたいなルートを通るかな。河合さんの場にいる多面層があれは、本来は高橋選手がキャストしたカードなの で、ね、墓地に落ちると高橋選手の墓地に落ちます。だそれに対してそうはさせんぞと。チャンドラからい
今チャンドラならずものですよね、まあ、チャンドラならずものみたいな感じでいくんじゃないかな。をすごい超攻撃的なプランを選択。うん、これどうですか、ならずものが落ちちゃいそうですけどね。高橋選手、いや落とさないんじゃないですか。ちょっとこういうブロックじゃないですかね。うん、マナクリはやっぱりちょっとこういう時もったいないように見えちゃいますけどね。まあ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 発展いいんじゃないかな。一応そうですね、巨匠で攻撃した場合トークンで2体ブロックというルートになっちゃうので、まあ、2点を追加で与えれたくらいの感じで。さあしかしこれだと赤マナも、起きてはいないので、はい、高橋選手としてはこのターンはアタックできることがほぼ確定している。2点を本体に当てて5になって、でエコーをもたらすものでチャンドラ壊しに行こうとすると飛行トークンで止めるよというようなゲームプランでしょうかね。まあ、全員アタックした場合ライフが5しかないので、やっぱりダメ。飛行だけで行って1匹止められて、厳しいですね。どう行くべきか。まだドラゴン特例で行くしかなそうですね。ドラゴン特例して、いや僕多分ですけど普通に3体でチャンドラに向けて攻撃して、で今盤面6マナありますよね。そうですね、6マナあるんで今引いた地震と召使いで盤面止めつつチャンドラの中成長を下げるというようなルートじゃないでしょうかね。うん、難しい。ちょっとチャンドラ落とすまでどうやっても時間がかなりかかってしまうので。そうですね、栄光をもたらすものがちょっと大振りすぎて今の状況に合ってないと思うんですよね。ちょっともう本体2点のモード厳しすぎますよ、ね、今手札の栄光が盤面のトークンを吸収している一応検討はした結果、うん、中村さんのプランを取りそう、無理ですね。そうしちゃうと多分ライフが足りないんですよね。どうやっても返して5点食らっちゃうので、これだと一応ブロッカーを3体立たせた状態でチャンドラをマイナス2にして、それから次のターン河合さんが守り始めたらかなりきついと思うんですよね。そうですね、まあ、チャンドラを守り始めるともう結構突破できないんじゃないかなっていうのは懸念されますが、まあ、確かにこのターンドラゴンで攻めて返しが守りきれないんだったら、まあそれを選ぶしかないので。そうですね、どのルートを取っても、巨匠から出てくる11トークン11飛行トークンで、そうですね、栄光をもたらすものが止められてチャンドラが生き残っちゃうか、生き残っちゃうか死んで本人が死んでしまうかの形になってしまうんですよね。そうですね、もうチャンドラをこうするしかなくって、でブロックをどうするか、まあ相打ちにしちゃってもいい気はしますが、あんまり変わらないですよね。とりあえずチャンドラ生きてればそれでいいかなっていう。そうですね、ただの2点放題として活躍する予定なので、で、はい、自信を出して1になって多分ならずものでしょうね、はい、で3に戻ってドローしてなんか引けと、わっと、うん、なんか引きました。ドラゴンでした。ちょっとね、やっぱりこれだったら先にドラゴン連打の方が良かったな。いやサイド5は本当にね、相手の状況が軽すぎるんで使ってと思ったんですけど、そこは純正と明確な魚っていう、サイドボード5の弱さがちょっと際立っちゃう。純正の方が対策されやすいのはあるかなっていう。主力が赤いクリーチャーに固まってるので、赤タンが多い中だとチャンドラの敗北を大量に積むことに戸惑いがないので、うん、理由になっちゃいますよね。プラスでライフが3になり、さあ対する河合選手つむじ風はありそうでしたが、このターンのアクションはどうか。そろそろチャンドラも維持を許すことができない状況ですね。このアタックをした場合つむじ風はもうなんならダブルでもそうか、
1体はチャンプブロックにせざるを得なさそうですね、うん、ちょっとライフを1に落とし込むにはリスクが高すぎる。さあこれで多面層を取り返したのでからの生成や1だったので3かな。3で巨匠で6、チャンドラが鉄壁状態。このターン落とすのは難しそうですね。でも高橋選手は殴るしかないんですけど、殴るともう普通に盤面で返しで負けてしまうので、さあまあもう普通に何か落としながら、つむじ風か、つむじ風を落としながら行って、トークン、トークン、まあ、トークン全開で、うん、まあ、チャントラを守りそうですね。そうですね、見た目上スタックで河合選手今実は多面層を引いたので、ここでドラゴンをコピーするとゲームが、2体出して1体でブロックで、トークンが1体残りました。でそうですね、もう開始チャンドラとトークンだけでも足りてる、はい、なんならオーバーキルまあやっぱりちょっとこうやって見るとサイドコア河合選手に分があるのかなと。そうですね、チャンドラの敗北という明確なカードがわずか1マナで使えてしまうので、ちょっとサイドボード後は苦しい戦いになってそうに見えますね。これを踏まえてサイドボードプランを変更するということもできなさそうなんですよね。さあ高橋選手はワンマリガン、嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、わあ、なあ、でもキープしそうですよね。これはキープじゃないですか。結構理想を上置きました。上ってことは土地、間違いない。1秒も悩まなかったんで絶対土地ですね。もうあの地勢ですらない、うん、地勢でもキープするけどね。地勢だと1秒ぐらい悩むから、いやしないんじゃない、さすがにそこで。だって土地である確率って、21枚でしょ普通のリストだと。そうですね、高橋さん純正なんで多分それぐらいかなと思います。さすがに、うん、53枚のところから21枚取りにはいかないかなさあ河合選手はまた手札には除去がたくさんあるように見えましたが、はい、もう島ということは両替の応酬もありそうですね。この状態で島、多面差もあるのか。サイドがちょっと青のスペルが結構多いので、そうですね、あのもし本当に余裕があるんであれば沼を持ってきたいところですが、それはしなかったと。手札強いですね土地がただないかな、まあ、一方高橋さんの方はもう愚直に2マナ剣を出し続けるしかない、頼む、どれか定着してくれみたいな感じでしょうね。もう勝負ですね。さて残るか。さあもうただ状況は尽きてるの、チャンドラの敗北があるかなぐらいで、はい、ちょっとこいつが死ぬことはありませんでした。4から7ですね。で、心配されていた土地もちゃんと引き込めて、もう1枚沼系が欲しいと。さあ高橋選手もしかしようやく来ましたね。だまあこれはチャンプブロックにするんじゃないかな。そうですね、ここは結構例によって、河合さんは、エネルギーはどれでもいいんですが、どうでもいいんですが、高橋選手のエネルギーは結構価値が高いので。そうですね、今ノンサインの森グルからサインのこだわりですかね、そこら辺は。ちなみにあの、はい、高橋さんのレガシーのフューチャーも1回か2回あったんですけど、はい、あグル出し直し事件みたいな。そうそうそう、グルランドもなんか選んでるみたいなこの島がいいっていう。あれはそういうルーチワーク好きですからね、彼こだわり。さあジャンプブロックしてからのキバナガジュ。さあ高橋選手だけども、今いいですね、エネルギーを無駄に使わせてからのキバナガ銃で、この動きしたっていうことは次のターンより苦しくなるよと
あんまり苦しくなってない、どうしよう。まあでも助教からのアタックアタックで、そうですね、トーク2で5の、まあ高橋選手としてはまあまあまあ悪くない、あるいはまあタース打ち取りの、そうですね、ただ単にアタックという選択肢もなくはない、ただ単にアタックの方が良さそうですけど、ちょっと川合さんに変なブロックしてもらった方が逆転というか、そうです、ね、リードは保ちやすいですし、川合さんも実際どう普通に殴られるともかなりブロック難しいと思うので、はい、ただ単に、まあ、スルーという選択肢もありますしね、除去された場合もほぼルートが確定しちゃうので、そうですね、全員で片方に行ってもう高橋選手に次の、はい、追加の除去がないことを願ったりという展開になりやすいので、まあ除去を抱えたまま殴った方が多分川合さんとしては嫌だと思います。川合さんしかし本当に手札は充実してますね、まあ、あとは沼引くだけとかですか ね、 そうですね、いや結構引けないんですけどね、引けないですやっぱかなり少ないんで、もう1枚あれも使ってるんで、霊気との調和も使ってるんで、はい、黒マナを引くのは意外と難しいんですが、7つにしてからどうするか、まずは攻撃ですね、はい、でそれに対して、まあ、先ほどトークンを生んでチャンプブロックしてる手前、今回も結構ブロックは主体寄りだと思うのですが、どのようなブロックを取ってくるか、河合さん的には黒マナにアクセスしてスカラベの神を出すか、あるいは複数ブロックをして大きくさせてから両替の応酬でしょうかね。両替の応酬ありますよね。ありますね、蓄霊もあります。まあ、なのでちょっとただチャンプブロックがもったいない感じがするので、そうですね、ちょっと色気出しブロックみたいなことをするのではないかと、うん、高橋さん的には別に土地置かない方が良かったような気がするんですけどね、どうなんでしょう。さあこれはエネルギーをも徹底的に使わせてそっちをパクるんですかね、まあ、最後あれでも蓄霊でもいいですし、で解決に入っていいかなと。高橋さんが通った方をどうするか悩んでるみたいですね。あ、そうですね、うん、確かにやっちゃった方がいいかな。どの道どのバージョンを取ったとしても、うん、僕も結構パンプしてもいいかなと思いましたが、うん、これこの動きをするのであればファストランド引いちゃうと恨めちゃうんですけど、あ、まあそれはなかった、よかったよかった。で島か山か、いや微妙なところ難しいですね。手札だとバレちゃうんですよね。まあ、でも素直にきましたね。まあ、やっぱりサイドボードがちょっと青々のカードで、高橋さん今赤赤のスペルがデッキから抜けちゃってるんで、はい、もう2枚目の山は必要ないと。でなおかつそんな迷彩をするほどエネルギーに余裕があるわけでもないと。今1個ねちょうど偶数なんでかなり大事ですから、ねはい、8個なので、キバナガ銃のパンプが1回変わることになるので、でターンをパスして、まあ、両替の押収されるところから始まるみたいな感じでしょうかね。河合、ねまあ、選手アンタップの途中を引いた場合はもしかすると、プランが変わるかもしれませんが、タップインだったんでおそらく大きな騎馬長銃を両替の押収して、ね、次のターンは多面層を蓄霊というプランにすれば綺麗に動けそうです。一方で高橋さん的にはこれどうしましょうかね。両替返しします。きついです、まあ、けど取った方がいいと思いますけどね。ちょっともうこのままプレッシャーが切れるのが最悪なので、あと川合選手土地を置き忘れてしまった。まあまあ、かなりでかいですけどね。影響あるな。あまり影響な影響全然あったな。川合さんもちょっとエンドって言った後にうわってなっちゃったみたいな感じですね。気づいたみたいですが、結構次のアクション蓄霊多面層って確定するかどうか結構大きかったので、確かに。で攻撃に向かうか、了解をしてから攻撃に向かうか、まあさすがにそうですね、トークンを出して3体ブロックで3点はする。ならずものはちょっと多分生きててほしいと思うんです、多面層持ってる都合上、ね、死んでほしくないと思うので、まあ、ここはライフにも余裕があるのでスルーとからの、さあ高橋選手は取り返しますかね。取り返しましたね。で2個エネルギーが増えたと。もうちょっとね、キバナガ銃1体だけだと蓄霊だけでゲームが終わってしまうので、これは仕方ないですね。さあそしてちょっとこのターンのアクションが咎めに来ましたね。
やはりマジック大きい方を殺すしかなさそう。殺せますかね、さすがに殺せるか、さすがに殺せそう。8点分入るから、まさか殺せない、パンプ殺せるんじゃない、誤解できます、大きい方は殺せないね、確かに。すごい、いや、まあ、あんまりうん、そうそうなるのかな、ならないんじゃないかな、まあ、でも実際方殺すんじゃないかな。そうですね、実際方殺してなんとか、まあ、トークンで耐えつつ時間を稼いで、うん、なんなら多分むしろここでつい土地を置いちゃったのが、あ、いや、まあ OK だった。これで黒いタップインとか引いた時にはと思ったけど、あんまり入ってて1枚とかだよね今のリストって。多分入ってないと思います。あ、1枚だけ入ってますね、ブルーミングマージュ。今でもけどちょっと赤みで起こしとけば、歴史的に青赤は意味がないので赤緑にしとくと知性、霊気との調和が打てて、なんなら土地を置かずにまず、そうですね、自信は普通に置いた方が良かったかなという印象なんですけどね。さあ高橋選手はもう攻めるしかありません、はい、でスタックでトークを何個出すか。あんまりやりすぎると本当にエネルギーが足りなくなって、蓄霊でどっちも殺せないという最悪の、今多分現状2匹出しちゃうともうどっちも殺せなくなってしまうので。そうですね、ただこのターンはできればチャンプしたい、とってもしたい。そう、ちょっとこれ以上高橋選手にエネルギーを上げるのも苦しいんですが、さすがに1体は出そうですね。で全軍突撃3232、そうですね、地震になっているなら地震のならず者と、まあ、こんな感じでどれくらいパンプしましょうかね、まあ、2回くらいは最低でもやるとは思うんですけどね。どのみち次のターンあたりはブラスカなりスカラベの神なりを警戒しないといけないターンではあるのですが、まあ、同時にチャンドラも警戒しないといけないターンなので4までには最低でもしそうですよね。まあ、もうガンガン一定はそうですけど、本当に次のダスカラベぐらいだったら高橋選手の有利が続くと思うので、もうガンガン詰めて、そうですね、一番最悪の、最悪というか河合さんにとって一番どうでもいい動きだとしても受信ってブロックみたいな感じになるので、まあ大きくした方がいいですよね。でこれもだってスカラベだとただチャンプして終わりですからね。はい、ブラスカがあるかどうか、いや、なかったですね。だこのターンセットして何マナあるかですね。 1,3,4,5,6,7 7マナだったら一応、スカラベの神チクレートできるんで、うーん、まあ、それが一番逆転には近そうですね。このターン、多面相とかで耐えてもちょっと逆転するのが難しいので、そうですね、もう素直に結構土地に置き忘れたの響いてますね。これいや、かなり効いてます本当に。このおかげでキバナガジュが2体延々と2ターンにわたって殴り続けている展開になっているので、さっきのターンまず1体死んでましたからね。そうですね、そうすると残っているライフがまず今15とかなんで、はい、そのそうですね、スカラベの神、稲妻で一体どうにかして殺せないかなというところでしょうね。あれこれ、はい、黒マナ使うと蓄霊足りない、小さい方さえ殺さない、はい、そうなんです。なんとでも融和から、あ、けどもうあれっすね、はい、もうスカラベ出して、あ、なるほどなるほど、先出し、これだと一応全力で河合選手が、全てのエネルギーを使うと、はい、なるほど、殺せる状態なので、まあまあここは抵抗せずに素直に死にましょうって形になるんでしょうかね。河合選手ブロックしてからも面白そうでしたけどね。ブロックして高橋選手のパンプを見てたと、あ、欲張りプラン取りましたね、うん、右側のより大きなやつを殺しちゃうよからの、
スカラベド。あ、高橋選手いつの間にか本流の機械巨人を手に入れているので、エンドステップに自分のエンドステップですね、まあ、チャンプブロックさせた場合だと別に問題はないので、いやでもそっか、難しいですね、土地がこれ難しいですね、勝負どこではあるんですが、赤マナが霊気拠点じゃなかったら、まあいいですね、これは山を持ってきてでアタックして、もうこのターンはこれをスルーせざるを得なくて、でエンドステップに狙いすましたチクレイナズマで、スカラベの神が返ってくるのは河合さんのターンエンド。河合さんテイクしそうですけどね、まあ、テイクするでしょう、ブロックはさすがにできないと思うんですよね、ブロックするとやってることがもう一ターン同じことになるので、これのターンはスルーするつもりで、前のターン大きい方のキバナガ銃を殺しに行った、うん、でテイクして、プレーの順番で、そうですね、今さっきのプレーかなり良かったのですが、それを上回る、そうですね、川井選手さっき手なりでスカラベ出しちゃうとエネルギーが足りなくてどっちも殺せなかったんですけど、はい、先にプレーすることで、高橋選手に、そうですね、一ターンを作っていけたのですが、残念ながら一ターンは足りなさそう。さあこれどれくらいのパンプですかね、5点で勘弁してやるか、ちょっとねチャンドラ抜いてるんで、はい、極限まで、攻める意味はないといえばない、前回パンプはしないのかな、5は確定ですね、5まではしますね、手札は機械巨人なんで5の倍数というかライフを5にしておくことにはすごく大きな意味があるんで、栄光をもたらすものもあるんです、栄光をもたらすものもないので5の倍数にはするんですが、そうですね、それで、うん、どのみち対処されたら一緒でしょうというので5でとどめましたね、まあ、僕もこっちの方がいいかな、そうですね、あんまり変わんないですもんね、高い選手から見て、そうですね、巨匠を引いた時にトークンで最後に一気に削り切るというプランが取れるだけのちょうどいい倍数、エネルギーの倍数、3の倍数か2の倍数かの設定くらいの箇所ですか、うん、でなおかつ、スカラベの神を殺すために、2つ消費ですかね、そうですね、2つ消費してしまうので、なので、ね、なので3の倍数になるようにしましたね、で、そうですね、8から5にじゃない、9から違う、8だったので11になってからマイナス5 で、ね、6を残し、6の子みたいな感じですね、おっと、しかし河合選手すごいの引きました、すごいの引いてますね、とんでもないやつを引きましたね今多分一番嬉しい、ただここで気をつけなきゃいけないのはちょっとターンをまたいで、あ、そうですね、スカラベを忘れないようにっていう、そうですね、一回誘発は自分からの誘発忘れですよね、これ、そうですね、高橋選手はさっきチクレ1回見せたのはあと1個エネルギーやったら足りてたのにってどうせターン終了時に積んで見せてた、ね、さあもうここまでね相当このゲームだけでもかなり長く試合をしてて、まあそれまでに6ラウンド、はい、今日終えているプレイヤーなのでちょっと集中力が、ね、最後までしっかり持つかっていうのは今結構クライマックスですねで殺して宝物が出てターン終了時におやいや手が動きがアチャーになったこれけど今聞いたところ、はい、あの気づいた段階で戻るらしいです、ということはいつになるんですか、 今戻るらしいです、今戻るんですか、気づいたらそこで戻るらしいです、あ、じゃああんまり関係ない、そうです、気づきさえすれば、じゃあこれは変わらず高橋絶対絶命、そうですね、次スカラベが帰ってきてもう即起動できますかね、1、3、4、5、6、7、8、9余裕でできますね、黒マナもブラスカが提供してくれたの で、ね、能力もすぐ起動できるので、飛行機械トークンを全力で出してももう間に合わないんじゃないかな、そうですね、その時間で墓地にいたので、はい、高橋選手が出す頃には河合選手も出せるようになっているので、これはさすがに勝負ありですか、そうですね、高橋選手がこの劣勢を覆すのは相当に難しいですが、ちょうどマナもぴったり9マナで、ブラスカのトークンもさらに守りを、これ何もせずにターンをパス、トークンを出すだけでターンをパスするのが一番
丸いかな。あ、気づいたターンのターンエンドに戻る。失礼しました。なるほど。エンドステップに稲妻打ちたいを打たせてくださいなと。さあ、まあけどここは、つむじ風なりなんなりで一番安全そうなやつを持ってくるのが良さそうですけどね。そうですね、もう死ななければ絶対に河合さんが勝つので、河合選手はもう死なない一番ブロックに長けてるやつを持ってきて、で、4から7ですか。さあ、そして死んでまた誘発してさあ、5でゲームセット、はい、もうこれ以上は続けても意味がないと、ね、高橋選手川の叱責が入ってないんで、ちょっとああいう場面を逆転できないんですよ ね、 すね。いや、駆けつけてきましたねブラスカが。そうですね、いいタイミングでしたね。